皆さんこんにちは。こんにちは。ようこそ高橋ファミリークリニックへ。先生、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、医療費防国論、いよいよ最終回ですね、はい、詳しくは1回から3回をご覧いただこうと思いますが、先生、簡単にまとめていただけますか。はい、日本はですね、はい、皆保険制度で高度経済成長を成し遂げましたが、その後医療費の増大、経済失速、政策のミスを見て現在に至っています、はい、そして医療崩壊が起こりました。医療費防国論から医師数、医療費の抑制が現場の混乱と疲弊を招いております。はい、国は医療費をともかく減らしたいのです。政府は医療費の抑制で在宅医療を推進しましたけれども、他にもあるんですか。はい、薬をインターネットで売ることですよね、うん、例えば2014年6月にネット販売の一般医薬品が解禁となりました。はい、これも規制緩和の方向ですね、うん、しかし今の段階では規制がまだまだあり、インターネット薬局を作るにも簡単ではないですね。うん、なぜ薬をインターネットで売ることが医療費の抑制になるんですか。はい、薬のインターネット販売で許されているのは、はい、一般医薬品で、保険診療ではありません。自費で買いなさいということですよね。で、そのうちアマゾンでも売り出すと思っておりますが、はい、まあ、処方箋が必要な、処方薬はまだネットでは販売されていません。要はクリニックで出す保険診療の薬は現段階ではネット解禁ではないということですね。これが徐々に解禁されていって、まあ、国の保険の負担が少なくなるということですね。そういうことなんですね。はい、じゃあ今後はどんな展開になっていくと思われますか。はい、例えば腰痛とか、はい、湿布剤ですね。これはクリニックで保険診療として、まあ、現在この4月から月に70枚しか出せなくなりました。うん、おそらく次回の診療報酬改定あと2年後ですが、その時の湿布は一般医薬品となってネットで購買できると思います。徐々に我々しか出せない薬がネット等の薬局で買えるようにこう変わっていくわけですね。こうして国が負担する医療品を減らしていっているだと思います。じゃあネットで買える薬というのは私たちの自費ということなんですね。はい、自費は私たちには正直辛いんですけれども。辛いですよね、本当にね。はい、で今度はですね、新旧ですね、はい、新旧に対しては保険診療の対象には今なっておりませんが、はい、実は同意書ですね、うん、同意書を我々医療機関が書けばですね、うん、要は新旧は腰痛に認めるという意味ですけど、うん、出せばですね、保険診療の対象になるんですね。うん、要は医師が必要と判断したら国のお金を使って新旧と東洋医学が安くなるんですね。うん、もちろん安くなる分は国が負担します。うん、しかしですね、これも最近なんですが、春日井市ではこの補助をしないように通達が出ております。うん、おそらく名古屋もそうなってるでしょうね。だんだん厳しくなっていくわけですね。そうですね。いいこともあるんですか。ですね、数年前と違いマスメディアは医療ミス、はい、うんで訴訟病院とか医師に対してパッシング一辺倒だった姿勢をですね、改めて、はい、まあ、医療崩壊をさまざまな媒体で取り上げるようになりましたね。うん、まあ、ところが2008年に政治の場でも医療現場の危機打開と再建を目指す超党派国会議員連盟というのができました。うん、はい、で2008年5月に、舛添厚労省が医学部定員を見直しました。はい、医療崩壊を食い止めようとする動きが少しずつ始まってますね。舛添さんって、はい、舛添さんですか。あの舛添さんですね。じゃあいいこともされてたわけですね。そうですね。はい、先生は医療崩壊について政治的にはどう思われてるんですか。はい、これはもう全くの私の、まあ、私見ですけれども、はい、まあ、で私は三橋隆明のですね、会員でもあるので、まあ、一つ言わさせてもらいますが、はい、そもそも医療費防国論が間違っていると僕は思っています。うん、実際その対策、医療費を抑制する対策で医療崩壊が来ています。まあ、僕は対策が間違っていたということでもあると思っています。うん、その根本はですね、医療費がそのまま国民の借金だからともかく減らそうという考え方です。医療費を国民の借金と財務省は言っていることが全くの嘘だと思っています。うん、このことは国の借金として次回ゆっくり話したいと思います。はい、ありがとうございます。先生は医療崩壊に対して
じゃあどのように思っていらっしゃるんですか。そうですね、どうしましょうかね、はい、まあ、選挙に出ることはしませんけどね。しないですね。しないです、はい。でいろいろ、まあ、それはいろいろ政治家を見ていますけども、まあ、政治家というのは有権者の声を代弁しなくてはならず、はい、本当の国益になることが言えないのが現状なので、私は選挙に出ません、で私は医療保険ではないところの未病予防で会員を集め、その中で医療を展開したいと思っています。じゃあ通常の保険診療ですかね。まあ、もちろんあの病気になっている人は今後もずっと見ています、はい、要は私を必要としている人にはちゃんと対応していくつもりです。未病予防ということですか。それはですね、まあそうですね、あの私を必要としている人というのは未病予防になるんですが、はい、まあ未病予防は病気になりたくないという意識の高い人たちにもっともっと情報を提供したいと思っています、はい、まあ、老人は、まあ、除いて、まあ、その人のために話していることを守ろうともしない人にはお互い時間の無駄です、はい、それは海外にいる人にも当てはめたいと思っています、うん、ですからスカイプ診療も、まあ、いろんな意味で始めたいと思っています、うん、他にはどうですか。他にはですね、糖尿病患者さんにはがんが発生しやすいので、が、うん、末期になったら西洋医学だけではない代替療も紹介できるがんの受け皿を作りたいと思っています、うん、さて4回にわたり医療費防国論をお伝えしましたけれども、お分かりいただけましたでしょうか。まあ、結構難しい話だったんですけれども、ね、こんなことが起こっている、はい、こんな風なんだよという、私たちが正しい医療制度、医療について知ることもやはり大切なんだなと感じました。そうですね、まあ、この4回をまとめてみますとですね、はい、日本は皆保険制度で高度経済成長を成し遂げましたが、その後医療費の増大、経済失速、はい、政策のミスで医療崩壊に至っています、うん、そして医療法、本当に医療の崩壊が起こりました、うん、で医療費防国論から医師数、医療費の抑制が現場の混乱と疲弊を招いております、はい、本当に医療費防国論が正しいんでしょうか、うん、国は医療費をともかく減らしたいだけ、本当にこれが正しいんでしょうか。いつも私が言っている、自分の身は自分で守るためによく勉強しましょう、うん、お互いに勉強してくださいということですね、はい、はい、ということで本当に先生、今回は私たちはなかなか知ることができないことをお話しいただきまして、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。無料の時代に社会的に利用していた老人の医療費を減らすために、国は高い医療点数を設定し在宅医療を進めてきました、うん、ところがある期間経つとその点数を下げ、この4月の診療報酬改定では特に在宅看護事業者は大打撃を受けました。本当にあの簡単に、例えば10兆円とかを借りますよね、はい、じゃあ10兆円、例えば医療費が足りなくて10兆円、うん、10兆円必要なのは誰ですか。でも医療費としたら10兆円必要なのは私たち国民ですよね。まだ洗脳されてますね。まだダメですか。まだいかんですね。政府が